ああ、昨日世界の狭間だったけど、今日はモーマージャンプステージの世界ですね。今度ライブでする挨拶はっと、コホン花里、いつも私たちのライブを見に来てくれてるみんな、たくさんの応援本当にありがとう。リハーサル的なやつやってる。私アイドル未経験アイドルだったけど、アイドル未経験アイドル、そろそろアイドル修行中アイドルくらいには慣れたかな。アイドル未経験アイドルからアイドルするのに全然感じゃ、これからももっともっともっと頑張って38さん、カルカちゃんたちみたいになってみせるから、よかったら応援してね。はい、応援します。バイ。そんな選択肢迫られたことあったっけ？何回かあったか。あー、なるほどね。もちろん全校庭オタクか後方腕組み彼氏オタクのどっちか選べってことか。ありがとう。って、あれ？なんすか？君誰ってこと？だよね。今誰かが応援してくれたような気がしたんだけど、気のせいかな。なんか困惑しますね。今までのプロスカストーリーとちょっと違って、とにかく今度のライブでしっかり感謝の気持ちを伝えられるように挨拶ももっと練らなくちゃ。よし頑張るぞ。画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんぴです。はい、ということで今回なんですけど、この2周年特設サイト進んでって4つ目ですね。こちら2周年記念楽曲追加キャンペーン、こちらの方ご一緒に見ていきたいなと思います。で、この特設サイト改めて見て改めて気づいたんだけど、スペシャルってなんすか、明かされてないやつか。23日のワンダシロマ配信で、だから2周年の時に何かしら明かされるっていうスペシャルなものが一つございますと。これもなんか深掘りしたい気持ちありますが、今回こちら2周年記念楽曲追加キャンペーンの方改めて見ていきましょう。はい、2周年を記念したアニバーサリーソングなど楽曲追加を一挙公開と、3つ項目があって、2周年アニバーサリーソング、ジャーニー収録、そして笹倉ゆきさん難易度34だっけ、収録、楽曲追加キャンペーンと。はい、さあこちらですね、9月30日ジャーニー、そして10月1日、天の尺。10月2日、ハッピーリフレイン。3日、フォニー。そして、ダブルラギアット、インビジブル、エゴロック、バッドエンドナイト、取り残しっていう、こちら、甲府ガンシーン会です。デイブレイクフロントライン。そして、高難易度楽曲。私、楽曲情報についての動画って、まあ、ショート含めたら3本だけど、動画としては2本出してて、1つはヒントから楽曲を予想する動画。そして、2つ目が、どのユニットが、どの曲歌うかっていう、2つなんだけど、カラフェスピックアップの予想は、大滑りしたけど、こっち完璧でしたね。こっち完璧に当たってました。はい。どのユニットが歌うかも当たっちゃった。まあ、それでは簡単に紹介していくと、天の尺がレオニード、そしてフォニーが25時ナイトコード、エゴロック、ワンダーランスショータイム、トリノコシティ、モアマージャンプ、そしてデイブライクフロントライン、ビビットバットスクワットといった感じで、エゴロックとデイブライクフロントラインに関しては 3DMV 付きという、ことは、ワンダショとビビバス、新しく 3DMV の方が10月6日、そして10月10日に追加されます。そしてあと補足情報としては、フォニーの25時ナイトコードでに関して、今まで2号オリキャラ全員で歌ってるカバー曲っていうのが、ビタチョコしかなかったんで、フォニーが、カバー曲2曲目となる、ユニットメンバー全員での曲となっています。はい。あと、誰がどのパートを歌うかっていうのも気になりますし、デイブレイクフロントラインの 3DMV もやっぱり気になりますよね。走っててほしいもん、正直。3DMV でなんかずっと走っててほしいと思いますね。あと9月30日こちらジャーニーなんですが、私そのイベント会場でジャーニー一度だけ MV 流れてそれ見させていただいたんですけど、すごいですね。まあ、近々ジャーニーの 3DMV も追加されると思いますので、そこもすごく楽しみにしてていいのかなと思います。はい、といった感じで、楽曲が合計12曲、そして、まあ、ジャーニーは配布でもらえるとして11曲は自分で買わなきゃいけないと思うんですよ。おそらくミュージックカードが110枚必要になりますので、私は大丈夫そうですね。はい、全然大丈夫です。ですが、今後アップデート情報でもね、発表されましたが、ミュージックカードがすごく獲得しづらいアイテムとなっていきますので、まだ余裕あるうちにね、また貯めて準備しておいてもいいのかなと思いました。といった感じで、ぜひ皆様の感想をコメント欄に残してくださると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。